はい、皆さん、こんにちは。今回は、もし路線の開業や直通運転開始が5年、10年早かったらシリーズで、今回は、第4弾として、埼京線、臨海線の直通運転開始が5年、10年早かったらどうなっていったかっていうことで、川越線、埼京線としてね、埼玉県の川越から大宮、東京都入ってね、赤羽、池袋、新宿、渋谷などをね、経由して、大崎までね、運転して、で、大崎からね、東京臨海高速鉄道臨海線に入って、お台場の、東京テレポートとかね、あとは、コミケとかね、モーターショーの会場である、東京ビッグサイトの最寄り駅である、国際電場などをね、経由して、で、京葉線や、有楽町線と乗り換え可能な、新京までね、走るような形で、で、まあ、これがね、2002年12月1日にね、始まったんですが、もし、埼京線と臨海線の直通運転開始が、1997年とか、1992年になっていったら、どうなっていったかについてね、ちょっと今回は仮説を立てていきたいと思います。で、まあね、まずは、1997年、開業5年前のね、現状ちょっと話していこうかなと思います。埼京線サイドはですね、まあ、あの時はね、恵比寿住まいだったわけなんですね。これは1996年の3月からね、始まったやつで、で、あの時はですね、恵比寿からね、回送電車としてね、大崎の近くにはね、留置線上まで、ね、運んで、で、まあ、それね、車両やり取りしていたわけなんですが、まあ、それより前はね、新宿止まりだったんですよね。今、新宿止まりっていうとさ、結構、不便なに感じでしょ。まあ今ね、直通運転とかね、臨海線とかね、相鉄線に当たり前のように、ね、直通運転してるけど、まあ、直通運転できるっていうね、ありがたみはね、ちょっとここでね、持ってほしいと思いますね。で、まあ他にはね、富士整備の本社がね、もともとあったね、新宿本社がね、新宿本社っていうのは、正確にはね、新宿の川田町にあったね。まあ、新宿の川田町っていうのはね、最寄り駅っていうのは、都営新宿線の、曙橋っていう駅だったんですけどね。まあ、都営新宿線もね、京王線と、あの時は直通運転が始まっていて、で、まあ、そうなるとね、当時は、新宿線のね、元八幡とかね、そこからもそうですね。あと、京王線の方もね、一本で、フジテレビはね、一本で行けたっていうね、まあそういった形になってたんですがね、まあそれは97年のね、3月にね、お台場に移転してね、そういうことがなくなったっていうことで、で、まあ一方ね、お台場自体もね、あの時は開発がまだ、これからね、進んでいくっていうのは、まあそういったような感じですね、まあ2年後にはね、パレットタウンとかね、メガウェーブとかできたりとか、メガウェーブっていうのはトヨタのね、展示場のやつなんですけどね。で、まあ他にはね、アクアシティお台場とかね、まあいろいろ商業施設がね、建ってたわけなんですけどね。で、まあね、フジテレビのね、本社がね、建つようになってからくらいかな。でもそれぐらいの時期にね、どんどんお台場の街がね、注目されるようになってね、いたわけなんですが。まあそうですね。他にはね、臨海線は東京テレポート前ですね。あの時はですね、臨海線はね、4両で運転していましたね。まあ4両っていうと、田舎で走ってるようなイメージじゃないですか。まあそういった、ね、田舎で見れそうな光景がね、都心で見れたというね、まあそういったような状態ですね。で、まあ、そうですね。天王洲開業もそうだったかな。その時もまだ4両編成でね、大崎の延伸になってから、なぜかね、6両があったんですよね。6両があって、あと10両の運用があったと。まあ、6両ってなんで6両にしたのかを、こっちもちょっと今まで不思議に思うんですがね。なんで授業しないよって話なんですけどね。
まあ、その辺がちょっと未だに謎です。まあ、2004年の10月にね、十両にね、統一された、されたんですけどね。で、他にはですね、まだ湘南新宿ライン未開業ということでね、まあ、この4年後にはね、開業してましたけどね。あの時はですね、成田エクスプレスとかね、踊り子号はね、しっかり、つながっていったみたいなんで、まあ、あの時からね、やろうと思えばできなくはなかったんですけどね、当時はまだ考えていなかったようですね。多分、そんなに正確には。で、1997年、直通運転開始がね、5年早くなってればね、こうなっていましたね。埼京線、恵比寿行きは、現実よりもかなりレアなね、存在だったということで、埼京線、恵比寿行きっていうのはね、1996年にね、できたんでね、まあ、短くて1年、まあ長くてね、1年半か2年くらいしかね、なくてですね、まあ、現実よりもね、多分鉄道ファンたちがね、恵比寿行きっていうのはね、注目するよね、まあそういったような感じだとね、思いましたね。で、他にはですね、7万系の製造っていうのは、最初から埼京線乗り入れ向けに、1編成10両でね、製造されて、で、まあ少なくとも1996年末まではね、止まらず製造を続けていたっていうことで、そうですね、まあ1996年度にはね、まあ97年だとね、まあ時期にも言えますかね、まあ、それぐらいの時期にならないと、多分、製造が間に合わないんでね、多分、休むことなくね、製造は続けていたんだろうと思いますね。なのでですね、4月以降も5月、6月、7月、8月、9月もね、10月も11月、12月もね、製造を続けていたんだろうかなって思いますね。で、この年はですね、フジテレビのね、お台場本社移転などもね、あることがですね、まあ、お台場はね、もうこの時点でかなり注目されていたっていうことでね。まあ、お台場移転、フジテレビがお台場に移転したということでね、まあ、このお台場自体はね、注目されるようになってですね。まあ、それに加えるとね、臨海線、埼京線が開業、開業というか、ね、直通運転が同じ時期に始まるということになるとですね、まあ、お台場はね、この年、まあね、お台場いいやみたいにね、まあそういったような感じですね。まあ新たな観光スポットができたっていうね、まあ、輝き始めたっていうことなんでね。なのでですね、まあ97年はね、まあ一番観光したとこどこですかって言われたらね、お台場ってね、言う人もね、まあそういったのもね、まあなくはないと思います。まあ、その時からね、お台場の観光客は、現実ぐらいですかね。あ、でも今、まあコロナか。まあコロナ直前くらい前までね、まあすごい当たり前に行ったっていうね、まあそういった感じでしょうかね。あとはね、商業施設とかにもよりますかね。まあ、前倒しで開業していたかもしれないですね。場所によっては。場所っていうか、まあ施設によってはね。で、まあ、他にはですね、湘南新宿ラインもね、同じ時期に開業していたかもしれないということで、まあ、湘南新宿ラインもね、まだ開業4年前ということで、まあ、走るのがなくはない、なかったんですけどね、貨物線一応張ってたんでね。だから、まあ、今ね、今っていうか、今のようなね、E231 系とかそういうのじゃなくて、全然違くて、215系とか、215系、いいかな、211系とかね、あと E217 系、E217 系っていうのはね、横須賀線それなんですけどね、あれがね、新宿まで走っていた時期ありましたね、まあそういうのもね、まあ97年からね、走っていて、まあ当時はね、あれがね、新型車両だったんだね、まだあの時 E231 系すらなかったんでね、まあ、それはね、1年後ぐらいにね、1年後ぐらいにはね、試作車がね、やっと出たっていうぐらいなんでね。だから、まあ、違ったようなね、
違和感のある湘南新宿ぐらい見ることができたかもしれないですね。開業10年前、1992年のね、現状の話をここかなと思います。埼京線ですね、当時は新宿の前でしたね。これはですね、1986年3月からね、10年間ね、続いたんですけどね、まさにこの時代ということでね、あの時はね、205系は走ってはいたんですけどね、まあ、1989年より前はですね、103系で運転させてっていうことでね、僕ちょっと年齢バレるけど、埼京線が、ね、103系走っていたっていうね、時代は知らなくてですね、まあ、僕、恵比寿の前の、ね、時期にね、生まれたんですけどね、臨海線も開業していた状態でね、なのでね、湘南新宿ではまできていけなかったかな。あの時は湘南新宿ライナーですね。話ぶっ飛んだわ。まあ、1992年の話に戻ろう。まあ、あの時はね、全部ね、205系でしたね。103系も90年にね、廃止されたんでね。あの時もすでに走ってないってことで。で、臨海線は未開業ということでね。まだ、お台場ですらね、そんなに発展してなくてね、まあ、東京ビッグサイトもなかったですね。そうですね。ビッグサイトもね、95年かな ?6 年かな、だいたいそれぐらいの時期にね、できてね。まあ、同時期にね、ユリコメとかね、臨海線も開業したわけなんですけどね。まだそんなにお台場っていうのは注目はされていなかったと。で、まだね、その臨海線の車両の7万系のベースなのはね、209系自体がね、できていなかったんですよね。まあ、そのね、209系の試作車っていうのかな。901系っていうのはね、存在したんですけどね。まあ、901系もね、209系に似てんだけどね、なんか違うんですよね。なんか掲示板とかなかったりとかね。なんかちょっと209系の、なんか205系を合わせたような感じですかね。そう、ドアがね、205系と似てたんですよね。だからちょっとね、そこら辺が古さを感じますかね。で、まだね、当然、湘南新宿ライン未開業でした。もうすでにあの時はね、もう、成田エクスプレスとかね、踊り子号っていうのは知ってたんですけどね。で、直通運転開始、10年前、1992年だとね、こうなっていったと思いますね。臨海線の、東京テレポート止まりや、埼京線の恵比寿止まりの時代はね、なかったですね。まあ、それはね、まあ、言い場ではないでしょう。臨海線も1996年できてね、まあ、埼京線恵比寿止まりもね、1996年できたわけですからね。もう90年にね、つなげてしまうとね、それはなかったということになりますね。で、他には、埼京線はね、開業当初からね、205系運転されていたということでね。で、埼京線もね、1985年に開業ということでね、205系とね、同い年なんでね、もしかしたらね、205系も、最初からね、埼京線に入ろうってね、まあそういった感じでね、どんどん制度していたんだろうなってね、まあそういったように思いますね。もしね、こうなっていたらね。で、まあ、あるいはですね、1989年に、臨海線直通で、ちょっと騒音だよね、まあ、ちょっと想定して、で、実はね、205系ではなくね、常磐線で以前走っていった、なんか試作車っぽいね、1編成しか、多分1編成しかないね、3VF 対応のね、207系が運転されていて、で、まあ、それが、
まあ、埼京線、臨海線にもね、どんどん増備しようかなってね、本格増備ですね。関西のね、207系とかの別ですよ。あれはまたもうちょっと後の1991年にできたやつでね、それとはまた別です。そうですね、1989年頃からね、また制度が再開されて、で、それは1991年末までね、制度が続いていったっていうことでね、まあその時からね、臨海線に直通する、結構意欲的だったっていう、まあそういったの未来でしょうかね。で、まあ7万系自体もね、207系か、あるいはね、その92年にできたね、901系はね、ベースに製造していたかもしれないですね。まあ他にはですね、まあ、湘南新宿ラインは、まあ同時期ね、開業したっていうものね、まあ、できなくはないんですけど、なんか違う名前になっていたりね、なんか運行形態が違ったりとかなんか、そういった感じがして、そうかもしれないですね。いやでも、それはないか。運行形態が違うっていうのは、なかなか他に何線と直通するんかいっていう話になりますけどね。それは多分、難しいかな。そう考えると、あまり現実と変わらないかもしれないですね。というか、現実と変わらないのがね、普通だと思いますね。でも、ちょっと違った名前になってたかもしれないってことは、まあ否定はできないですね。で、まあ問題はね、ここまでなんですがね、視聴者からのリクエストをね、募集しています。もし路線の開業または直通点開始が5年、10年早かった地図でやってほしい路線がね、あればね、どんどん教えてください。今ね、4段終わりましたがね。まあ、続いてね、5段ね、まあ、じゃんじゃんね、作っていこうかなと思いますがね。なんか、お金もね、リクエストで、載せだったらね、まあ、次ね、動画上げるときにね、やるかもしれないんでね。それは楽しみにしておいてください。で、まあ、どういうふうにね、教えてほしいかというとね、Twitter、もうここにね、ID 貼ってますけどね、そこの、ダイレクトメッセージで受け付けております。まあ、YouTube でね、コメントを書いてくれるのはね、ありがたいかもしれないけど、それだとちょっとネタバレになってしまうんでね、まあ、ちょっとそれはね、やめておいてほしいですね。見ても、報告してね、ちょっと、もしかしたら、ブロックするかもしれないですね。まあ、その辺はちょっと、ご了承ください。でですね、まあ、できればですね、リクエストとしたね、温泉に関する写真をね、送ってくれたらね、嬉しいですね。まあ、ぜひね、ご協力お願いします。では、今回はここまでにしたいと思います。最後までありがとうございました。